遅いから。はい。じゃあそれ。これちょっと待って。はい、まず先ほど幹事長から発表がありましたとおり、本日外部の有識者の方々にもご参加いただき、党紀委員会で厳正な議論を行っていただきました。結果、党所属国会議員2名に対する離党勧告を含む39名の処分について報告を受けたところであります。今般の一連の事案については、すでにこの検察において捜査を行い、法と証拠に基づいて厳正な処分がすでに発表されているところでありますが、今回の処分は、こうした刑事責任に加えて、関係者の政治責任を明らかにする観点から行われたものであります。本日に至るまで、2つの弁護士事務所から7名の弁護士の方にも参加をいただき、聞き取り調査を実施したほか、必要に応じて追加調査も行うなど、可能な限りの事実の把握、実態解明、努めてまいりました。党紀委員会においては、こうした聞き取り調査の結果等も踏まえ、不記載が認められた政治家個人を対象として、役職等の議員歴、不記載の金額や程度、またこれまでの説明責任の果たし方など、状況を総合的に勘案し、処分を決定したものであると承知をしています。その際に長年にわたり、集団的に不記載が行われてきた疑いの強い派閥についてもついては、そうした長年の慣行を是正することなく結果的に放置してきた幹部の責任を重く見る内容となっております。改めて国民の皆様から多くの疑念を招き、深刻な政治不信を引き起こす結果となったことにつきましては、党総裁として心からお詫びを申し上げる次第であります。すでに昨日、党政治資金規正法改正ワーキンググループに対して条文化作業の加速化、指示をしたところでありますが、今後は二度とこうした事態を招くことがないよう、党のガバナンス改革を進めるとともに、政治資金規正法の改正に向けて全力を尽くしてまいりたいと考えております。冒頭私からは以上です。朝日新聞の谷です。はい、総理は岸田派の解散を決めた理由について、元会計責任者が処分されたことのけじめと話していました。今回の処分で自身が対象外となっているのはなぜでしょうか。また今日自ら記者会見という形では説明されていません。これはなぜでしょうか。はい、まず、今回の、件を重く受け止め、今ご指摘のとおり、宏池会を率先して解散するとともに、人事と、金を派閥から切り離す、こうした、改革に取り組みました。そして私自身については、個人として不記載がないこと、また宏池会における不記載は、事務ソロによるものであり、結果的に不記載となった金額が個々の所属議員に渡ったものではなく、検察当局からも支出について特段の問題があるとはされていなかったことなどから、今般の処分に際してその対象とならなかったものであると承知をしています。しかしながら、これは党全体としてこの政治不信を招いたこと、これは事実であります。党総裁としての責任、これは重く受け止めなければなりません。今後、私自身が先頭に立って党内のガバナンス改革に努力をしていくとともに、
政治資金規正法の改正等によって、再発防止、政治改革に全力で取り組まなければならない、それが総裁としての責任であると考えています。そしてその上で私自身についてはこうしたこの政治改革に向けた取り組みの進捗ですとか取り組みぶり等をご覧いただいた上で最終的には国民の皆さんそして党員の皆さんのにご判断をいただく立場にあると考えています。それから会計をどうしてやらなかったかというご質問がありました。これは今回の党紀委員会これは幹事長の要請に基づいて党紀委員会が開かれるこうしたその手続きが定められています。幹事長が要請を行い有識者の皆さんにも加わっていただき党紀委員会で厳正かつ公正な議論を行いそして結論に至ったわけでありますので会見は幹事長と合わせて党紀委員長においてこの手続きに直接関わった人間によって会見を行ったものであります。しかしながら総裁としてそれに加えて協行して皆さんの前でお話をさせていただいているこうした次第であります。追加で質問します。安倍派の還流がいつ始まったのかなぜ継続することになったのかは未だ分かっていません。実態解明の鍵を握るとも指摘されている森元首相の聴取はされたのでしょうか。はい森元総理については従来から申し上げているように党の聞き取り調査あるいは国会における政倫審のこの弁明等を通じて森元総理が直接関わったという発言これは確認されていないこのように申し上げてきましたがしかしその後確認をするべきであるこういった声がありました。そういったことでありますので今般これ一連の聞き取り調査を行った上で私の判断で森元総理についても私が直接電話をかける形で事情をお聞きをいたしました。しかしながら引き続き森元総理の具体的な関与については確認できていないということであります。基本的には今回の追加聞き取り調査については誰を対象にしたのかこれは申し上げないと申し上げてきたわけでありますが多くの皆さんの関心が寄せられているこういった点を勘案して私の判断で今申し上げたように私この森元総理の聞き取りについては私が直接電話で行ったことこれだけは明らかにさせていただきたいと思います。以上です。すみません、いつまた何をどういう事実関係を確認されてどういうお答えがあったんでしょうか。今ご指摘のような点も含めて森総理が具体的に関与したのか、こういったことについてお話を聞きしていただきました。しかし新たな事実は確認をされなかったこういったことであります。毎日新聞です、はい。処分の基準について不明確との声もあります、はい、不記載額500万以上が高額で処分対象となる、党総裁としてこの判断の理由をどのように説明されますでしょうか。また、この処分をもって総理を含めた各議員は説明責任を果たす場面を終えたというふうにお考えでしょうか。はい、まず処分の基準等についてはさまざまなご意見があるということこれは承知をしています。その中にあってこの今回の一連の事案を見ましたときに長年続けられてきた不記載の慣行を是正する立場にあったものとそうではないものこの違いは否定することができません。また一方で不記載の金額の高も無視することはできないこうしたこの認識に立っています。こうした観点から
この不記載が一定金額以下であり、派閥の幹部等でもなかった議員については、党紀委員会の議論を求めなかったということであります。ただ、そうした議員においても、この不記載の責任、これは免れるものではありません。そういった議員についても、幹事長において厳重に注意を行うことになると承知をしております。もう一点、はい、先ほどこの処分をもって総理としては説明責任を果たす場面として、各議員も含めてですけれども、うん、説明責任を果たす場面というのは終えたというふうにお考えでしょうか。ですね、ですから今回は政治家としての政治責任についての一つの判断であります。この事実については、今日まで明らかになった事実を踏まえて、政治責任を判断したということでありますが、事実の究明ということについては、これはそれぞれの政治家がそれぞれの立場に鑑みて、国民の皆さんの不信を解くために、政治の信頼回復のために努力を続けていく、こうした姿勢は大事であると考えます。最後にもう一点、はい、先ほどガバナンス強化や政治資金規正法の改正の後に国民の判断を得たいというご発言がありましたけれども、これはその衆院の解散だったりそういった判断も含まれているというふうに理解してよろしいでしょうか。何かそういった具体的なものを想定していっているものではありません。私が自民党総裁として、国民の信頼回復のために、先頭に立って、努力をしなければいけない、強い覚悟を持って努力をしなければいけない、これは当然のことでありますが、それを国民の皆さん、そして党員の皆さんに評価していただくことになる、そういったことを申し上げております。具体的にいつこの選挙等を考えているとかいう具体的な話ではありません。いいですか。はい、じゃあ終わりましょう。